7、デヒドロコレステロールは、ズーステロールの一種で、プロビタミン D3 と呼ばれる有機化合物。人の体内の皮膚の近くで、この化合物は、紫外光の作用によりビタミン D3 に変わる。コレステロールから、7、8位の水素が失われて二重結合となった構造を持つ。7、デヒドロコレステロールに、紫外光が当たると、電子環状反応により、管が開き、 中間体である、プレビタミン D3 へと変わる。そこからさらにシグマトロピー転移が起こり、ビタミン D3 を与える。7、デヒドロコレステロールは哺乳類の父にも見つかっている。コレステロールが代謝を受けて、プロビタミン D3 となった後、皮膚上で紫外線を受けて、ステロイド核の B 管が開き、プレビタミン D3 となる。プレビタミン D3 は、 自然発生的にビタミン D3A 生化する。プレビタミン D3 からのビタミン D3 への転移は、室温では12日間で完了する。皮膚の表皮の層。規定層及び有極層での7、デヒドロコレステロールから、プレビタミン D3 の生成が最大となる。皮膚は主要な2層で形成されている。内側の層は、神秘で、結合組織の大部分を占めており、 外側の層は薄い表皮である。表皮は5層で構成されており、外側から内側に順に角質層、下流層、下流膜層、有極層、規定層である。皮膚で270から290ナノメートルの紫外線を受けて7、デヒドロコレステロールからプレビタミン D3 が効果学的に生成される。7、デヒドロコレステロールは、 人を含むほとんどの脊椎動物の皮膚中で大量に生成される。ある種の動物では毛皮や羽が紫外線の皮膚への到達を妨げている。蝶類や毛皮を持つ哺乳類においては皮膚から毛皮や羽に7デヒドロコレステロールを含む皮脂を分泌し毛づくろいすることによって口からビタミン D を摂取している。1923年に7デヒドロコレステロールに 紫外線を照射することによって、使用性ビタミンを生成できた。アルフレッド・ファビアン・ヘイスは、光はビタミン D と同等である。ということを示した。ドイツのゲッティン大学のアドルフ・ビンダウスは、ステロールと関連ビタミンの構造の解明で、1928年にノーベル化学賞を受賞した。彼は、さらに、1930年代にビタミン D の化学構造を確定した。 ありがとうございます。